はい、速稼塾の久保です。メッセージをいただきました。FX の相場解説についてなんですけども、FX の分析の時に丸印を作ったり線を引いたりとかね、いろんなね、お絵描きがあるんですよ。そのお絵描きの方法がわかりませんということなんで、ちょっとこの動画の後にですね、操作法をちょっとこう入れておきますんで、ご覧ください。そしてその前提としてですね、画面を録画する方法がわかりませんということだったんで、こちらにもお答えさせていただきます。この画面を録画する方法っていうのは、私はね、バンディーカムっていうフリーソフトを使ってます。これはバンディーカムで検索していただくと出てきますんで、それをダウンロードして、それをね、起動すると、この範囲が、画面が録画できますよみたいになるんですよ。こちらについてはね、操作法を細かく、なんですか、説明した、動画とかがありますんで、見ていただければと思いますけども、とりあえずバンディーカムのダウンロード用のね、サイトの URL を動画説明欄に載せておきますので、使ってみてください。このバンディーカムっていうのはですね、10分以内だと、動画が撮れるんですよ。で、10分以上は撮れません。だから、10分撮ったら、一旦切って、またもう一回ね、録画するみたいなことを繰り返せば、もう何時間でも撮れますけども、有料版にすると、この10分までしか撮れませんよっていう、こう、くくりがなくなりますんで、有料版で契約してもいいかなと思いますけども、私の場合はね、無料版を使ってます。無料で使えるうちはずっと無料で使っていこうかなと思うんですよね。ということでね、バンディーカムの説明動画をちょっとね、つけておきますので、そちらの方から、ご覧いただければと思います。多分これでわかると思います。それでは失礼します。はい、それではですね、バンディーカムで検索してみてください。そうすると、一番上にね、バンディーカムって出てくるでしょ。で、右の方に画面がありますよね。これをね、クリックするとこういうふうに出てきますんで、このダウンロードってところから行くといいんじゃないですかね。これでダウンロードすでにできますんで、無料でダウンロードしてみてください。で、ダウンロードすると、私の場合は下の方にね、こういうふうにアイコンが出てきますんで、これを起動することによって、今起動中ですけどもね、28秒、29秒となってますよね。使えてるってことです。今だから録画中になってますよね。だから録画されてるでしょ。で、相場解説に使う、時ですけども、ロットが 0.1 になってるな。まずね、ゾーンを引くときによく使うのが、この挿入ってとこです。挿入。ね。この上から3番目の挿入ってところで図形ってとこ行って、長方形とか行くと、こうやって、ゾーンが引きます。この色は変えることができます。ね。いいでしょ?で、挿入で、図形で、楕円とかもできるわけですよ。こういうふうにね。丸も描けると。あれ、うまくいかないですね。すいません。まあ、丸は使うことがないんで、すいません。このね、図形っていうところだけできればいいと思います。長方形ね。はい。あれ、消えなくなっちゃった。まあいいや。うん、で、次なんですけども、線を引いたり丸をつけたりっていうのは、私、スクリーンショットでやってるんですよ。スクリーンショットは、このね、ギャゾってやつがあります。これで、バツ印がつけてますんで、これをドラッグしてですね、範囲を指定すると、パシッとね、これ写真が撮れるんですよ。この範囲の写真が。ね。ギャゾってやつです。ここに、ギャゾってあるでしょ。うん。これはこれでまた別の時に説明しますね。で、キュッと外に出して、これを消すと。で、今、外に出したのがここにありますんで、これをね、右クリックで編集ってやるんですよ。編集でやると、こういうふうな、ペイントっていう起動をされますんで、ソフトが。で、ここで、例えば黒字でね、こうやって書くことができるでしょ。で、色を指定して赤で、赤が出ましたよね。で、赤い箱を作ったりとかね。で、文字を入れたりもできます。文字。ね。こういうふうにできますと。ということですね。まあ、こういうふうなことがしたかったのかなと思いますね。丸は丸でこういうふうに引きますしね。さあ、いかがでしょうか。ちょっとわかりにくいよってことでしたら、またね、これはこれで、まあ、動画を撮ってお伝えしますんで、やっていきましょう。それで本日は以上です。